じゃあパイコーってどういうことなのかな。いい、あ、いや、パイコーってね、いわゆるとんかつのものなんだけど、一つ違うのは、豚のねリブです。で、本当のというか、僕が知ってるのは骨がついてる、そういう豚のリブの揚げて、製パンチが頼んだのはパイコー麺。パイコー麺の担々麺。パイコー担々麺。さて、何が出てくるか。その前にビールが来たので、まずサルー乾杯です。で、パンチョ、あなたどこにいるの今？今、さて、どこでしょう、ここは。あ、思い出しました。下北沢。なぜ下北沢にいるかというと、今日は中間店よりもちょっと、うちの奥さんの近いところに寄ってしまいましたという。で、サル、こんだけ飲んでね、すると、やっぱ最後は麺でしょ。今日も麺でいきますよ。